チャオ、あっちゃんです。今日はこの前買った本格的なインドのなんだキーマカレー作りたいと思います。キーマカリーブックっていうのがあって、なんかね、こんなあのスパイスがいっぱい入ってるので、あと自分でひき肉とか玉ねぎとか準備して作るよっていうパックで作りたいと思います。はい、では作っていきたいと思います。はい、キーマカレーを作るのにね、鍋って書いてあるんだけど、鍋でフライパンかな、キーマカレーやったら鍋かな、よくわかんない。まあでもこんだけの量に煮込むんやったら鍋か、全然わかんないとりあえずやってみます。はい、はい、最初に玉ねぎをみじん切りにしていきます。でね、知ってると思うけど、玉ねぎこう横にね、こうなんていうのかな、何回かこう層に切っていって、縦にザーって切っていって、こうやって切っていったらみじん切りできるんですね。はい、はい、玉ねぎ1個みじん切りしました。はい、では作っていきたいと思います。スタータースパイスっていうのを最初にね入れるみたいだけど、なんかね、ここに書いてあるね、説明が、調理の一番初めにスタートに使うスパイスです。油に香りを移して香ばしさを出し、インド独特の、スパイス使いがお楽しみいただけます。使用後は油スパイスが跳ねることがあるのでご注意くださいって書いてあるね。で、これ入れてすぐに蓋をしないとダメみたいなね、弾けてきたら危ないから蓋をしてねっていうことなんで、とりあえず作っていきたいと思います。はい、はい、油にスタータースパイスを入れました。なんかね、もうすっごいカレーのすっごい匂いがする。うん、はい、ね、ブチ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 言い出したけど、そろそろ弾けるかな。パチパチ言い出したね。蓋してみます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 こんなもんでいいかな、よくわかんないけど、玉ねぎ入れます。玉ねぎが茶色になるまで炒めていきます。焦げないようによく混ぜ混ぜしていきますね。はい、スターターパックとまだ玉ねぎ炒めただけやけど、スパイスのすっごい香りがしてます。はい、ちょっと色変わってきたんで、ニンニク入れます。で、生姜は買い忘れたから、おろし生姜のチューブをちょっと入れます。はい、いい感じに、茶色くなって、茶色ってきつね色になってきたんで、カットトマトが入れます。半分ね。はい、そこに塩を小さじ3分の2、入れます。で、あと、キーママサラと、なんだったっけ、キーママサラとレッドペッパー。レッドペッパーは、辛さ調節してくださいって書いてあるんで、多分ね、上の子があんまり辛いの弱いから、ちょっとだけ入れます。はい、はい、キーママサラを入れます。で、レッド、なんだったっけ、レッドペッパーですね。レッドペッパーこんだけあるんだけど、3分の1で中辛ぐらいらしいですね。はい、ってことで、はい、3分の1レッドペッパー入れました。でもね、こんな感じにコテコテになっているんで、ここに、ひき肉を入れて、いきたいと思います。はい、はい、ひき肉500って書いてあったから入れたら鍋がたっぷりになっちゃった。はい、で混ぜていきたいと思います。はい、
はい、ひき肉に、火が通ったら水を2カップ入れるんだけども、もう通ったかな、よくわかんないよね。はい、なんかね、カレーと混ざっちゃって色がわかんなくなったから、もうとりあえず水入れます。はい、で、リンゴほぐすように炒めて火が通ったら、水を入れ、カレールーを加えて20分煮込んで完成です。はい、水を入れて、これでね、煮だったら20分煮込みます。はい、はい、カレールーも入れました。はい、これであとは煮立ってきてから20分間煮込んで、ガラムマサラを入れたら完成です。はい、カレーブックの中のスパイスの下にいろいろ何か書いてあるんで、ちょっと読んでいきたいと思います。それでこっち取っとくね。はい、カメラずれた、ごめんね。スタートパックスは基本の通り、調理前に、調理の一番初めにスタートに使うスパイスで、油に移して香ばしさを出すインド独特のスパイス使い方がお楽しみいただけますっていうね、スパイスです。で、使用後は油スパイスが跳ねることがあるのでご注意くださいって言ってるね。で、キーマーマサラ、なんだこれ、香り豊かなカレーのベースを作るコリアンダー、クミン、ターメリックほか、キーマカレー用のミックススパイスです。で、カレールーは、奄美大島産の生ウコンを使用した当社特製の無添加カレールー、インドでは使いませんが、カレーソースがまとまり味に深みが加わります。で、本格的インドカレーって書いてあるのに、インドで使いませんがってどういうことやね。ね、まあいいけどね。で、レッドペッパーは、辛味スパイスのため、お好みに合わせる量を使用してください。単なる辛味スパイスです。はい、ここまでね。で、あと20分、はい、20分、はい、タイマー20分します。で、ガラムマサラ、最後に入れるのはカレーのに本格的な香りをプラスするミックススパイス、体を温めるスパイスを中心に配合しましたっていうことですね。冷え性のあっちゃんにはすごくいいお料理かもわかんないね。うちの上の子もね、冷え性でね、末端冷え性で足の指が白くなって痛い痛い言うのよね。うん、だから、うん、カレーって体にいいんやろね、温まんねやろね。まあ、はい、20分ほど煮込んで、味見て薄かったら塩を足す、火を止める前にガラムマサラを加えて出来上がり。はい、っていうことで、今日の晩ご飯はキーマカレー、このままあと20分煮込んで完成です。はい、では心を込めてゆっくり20分煮込みたいと思います。はい、はい、なんかね、鍋で煮込んでたら水気が飛ばへん気がするのね。キーマカレーってどっちかってちょっとね、こってりか、汁気のない感じやから、うん、だからもう水気飛ばしたいからね、水2カップって書いてあるけど、2カップ入れすぎちゃうんかなって思うんだね。はい、だから、フライパンで煮込んでいきます。はい、はい、今ちょうど10分煮込んで、ちょっとまあ水気減ったかなって感じで、こんな感じ。でもね、跳ねるの、すごい。うん。ね、ちょっとね、味見してみます。全然味が薄い。うん。まだ煮詰まってないから、濃厚さが出てません。はい。ということで、あと10分煮詰めていきます。はい、15分煮詰めました。結構ね、こってりしてきました。はい。ね、鍋の方がすぐ見えるようにね、なってきて。で、味が締まってきたかな。ちょっと見てみます。うん。あ、味が濃厚になってきた。あ、辛味もね、増してきた。うん。上の子大丈夫かな。はい。まあ、中辛のセッティング、ね、食べた時より後が辛いね。要はあっちゃんだ、カップ麺とかでも言ってるけど、食べた時そうでもないけど、飲み込んだと辛いよってそんな感じ。うん。でも、美味しい美味しい。本格的なスパイスが効いてる。うん。さあ、あと5分煮詰めて、出来上がりが楽しみです。はい。今ちょうどね、18分経ったところで、そこそこ、キーマカレーっぽくなってきた。
いい感じ、いい感じ。で、下地にして、いきます。ちょっとね、味が薄い。塩入れる。塩でちょっと味整えてみます。はい、でもね、味が薄かったら塩で整えろって書いてあったからね。本格的なインドカレーって今初めてなんだね、あっちゃんね。これね、市販のスパイス家から、一からスパイス集めて作ってみたい気もするな。またね、いろんなこんなこともしてみたいと思います。はい。でもね、このカレーブック結構便利ですよ。あ、ちょっと味しまった。美味しい。では、あと1分。あと1分で、まあ、ある程度ね、汁気がなくなったらもうええから、別に20分しっかり煮込まんでもいい。20分超えてるよね。こんな感じに煮込んでいって、最後火を止める前にガラムマサラを入れて、完成っていうことなんでね。はい。そういう汁気もなくなった、これ。20分っていうのはええ煮込み時間なんやろね。さすが。さすがマニュアル。今回ちょっとね、マニュアル通りに作ったんでね、初めてなんで。何持ってないから移動してみよう。ただでも古いコンロやから、ガタガタしてんのにね。はよね、新しいコンロに変えなあかんねんけど、なかなかね、やる元気じゃないの。もうね、裏の汚いの。コンロの裏から、あ、20分経った。コンロの汚いの見てるとね、心が折れない。では、ガランマサラ入れて仕上げたいと思います。はい、ガランマサラを入れて、でね、まあ、こんな感じ。火止めちゃった。火を止めるなって書いてあったね。はい。火を止める前にって書いてあったからね。はい。で、あと、こってり、もうちょっとだけ汁っけ飛ばして、こってりしたら仕上がりです。では、ちょっと味見てみます。あ、味がなんかすごい、エキゾチックになった。ガランマサラすげえ。はい。ということで、できたんで食べたいと思います。では、盛り付けてお部屋行きたいと思います。はい、できました。あっちゃん特製じゃないな。カレーブックで作った、キーマカレー。はい。今回は、あっちゃんズレシピじゃなく、市販のインド、本格的インドの、なんだ、キーマカレーのカレーブックを使って作りました。説明書通りちゃんと作ったんで、ただ、生姜が、チューブ。で、ホールトマトがカットトマト。で、あとは、まあ、ほぼ説明書通りで作りました。ってことで食べたいと思います。はい。はい、ではいただきます。カレーブックのキーマカレー。どんな感じかな。ナンがあったらよかったんけどね、ナンがね、なかったんやん。なかったって、まあ買いに行ってないんだけど、あの日に、買わへんかって、で、作ろうかな、焼こうかな思ってんけど、コンロ1個しかないし、もういいやってなって、ご飯でとりあえず食べてみたいと思います。やっぱりスパイスが効いて美味しいね。辛みがちょっと薄いかな、もうちょっと辛してもよかったかもからんけど、上の子がちょっとね、辛いと食べへんからね。はい、じゃあ子供に聞いてみたいと思います。どう辛い、味はどう、インドっぽい、え、うまない、え、なんかあれ、変なっていうか、なんか変わった味せへん、香辛料っていう感じ。普通のカレーライスの味じゃなく、なんか、なんていうの味せへん、よわからんみたいです。はい、今度ね、またインドチキンカレーしようかな。もう一つ工程あるんでね、それしたいと思います。はい、もうちょっとね、カレーも勉強して、本格的なものにチャレンジしたいと思います。はい、でもね、ひき肉の脂がすごい出てて、ちょっと脂っこい感じがするな。味がやっぱちょっと薄い、薄いっていうか、
うん、この方に香辛料があるんだけどね、なんで食べたいな。これカレーパンした方がいいかもからね、うん、明日は刺してみようかな。辛い？量は？辛すぎる？上の子は辛すぎる。下の子は辛全然辛さ大丈夫や。うん、確かにね、めちゃくちゃ辛くはないんだけど、食べた後、飲み込んだ後にヒリヒリ感が残るのね。うん、だから、うん、まあこれも多分味覚、うん、辛さを感じる味覚の差やと思うけど、食べた時全然辛ないんや、うん、でも飲み込んだ後、口の中がヒリヒリヒリする、ね、とカレーだけ、カレーだけ食べたらちょっとしつこいかも、うん、脂っこいかもからね、うん、ひき肉やからどうしても脂出るからね、うん、でカレーだけ食べたらやっぱり口の中のヒリヒリ感がすごい、うん、でもおいしいおいしい、はい、ということで、あとは子供も喋るようになるんで、うん、ゆっくり食べたいと思います。ではまたね、バイバイ。